さあ、では始まりました。マンチェスチャンネル。さあ、今回はですね、やってまいりました。トイック開封ですよ。はい。来ました。いつ?もうなんか、いっぱいやってるから、9月12日か。第276回。そうですね、9月12日午前276回のトイック公開テストの結果を開封したいと思います。大学ごとのね、トイック平均ランキングとかね、やりましたし、国ごとのね、トイック平均もやりましたけど、日本は531点が平均なんですね。そんな中、今回どうだったのか、見てみましょう。いやー怖いな。自信はまあライブの時に1問間違いが分かったんで、あ、そっか、これ間違えたってなったんで、1問ミスでも OK だったらいけるか、1問ミスダメだったら、いや、もしかしたらね、いつものことだからなんか間違ってる可能性あるからね。他にも怖い怖い。さあ、また宣伝ね。はいはいはい、ボリューム8楽しみに待っております。ナレーターの音声。10月19日はトーイックの日だそうです。そうだったの?イベントやるみたいです。英語謎解きオンライン講演会。トーイックの日に目標宣言、ツイッターフォローツイートキャンペーンとかあるんだ。へぇ。はい、では行きます。あー、やだやだ。今回の結果。こうなりました。あ、985だ。あー、リーディング490。あー、悔しいねー。うわー、そうかー。リーディング、あー、予想通りだ。はー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 、これですね。100、100、97、96、100なんですけど、あー、じゃあこれ97と96で2問間違えたのって思うかもしれないです。ここ1問です。文章中の語彙問題。あのね、照らし合わせで解く語彙問題だったんで、そう、パート6の文脈語彙問題で、文脈語彙問題ってこう3番目と4番目に影響するんで、1問ですね。だから今回このテストでは全問正解しないと満点が出ないっていうフォームですね。あー、ということは99問あってたんだ。あー、99問って出ないの、満点。厳しいよ、トイック。マジか。はい、リスニング。あー、1個ミスってますね。まあリスニングはミスしても全然満点出るんでね。100、100、100、98、100っていう感じでした。いやー、もったいないな。1問ずつ、一番悩んだやつですよ。一番時間を使ったやつだったけど、結局ダメだったか。残念。まあせっかくだったんで、5月のダメだったやつもあるんで、せっかくだから破りましょう、こいつも。はあ、今年は。これ何月?これ6月か。こう満点のやつだけ取っといて、あとは捨てましょう、もう。ということでした。パート6でやられちゃったか。悔しいな、パート7じゃないんだもんね。6でやられたっていうのは。なかなかないことなんで。うわぁ、いやはい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 次回頑張ります。明日は一見の人は頑張ってください。